はい、というわけでスタート。ビンブルビンブルブルブル。どうも皆さんこんばんは。あれはどうします。あ、もうちゃんと乗っちゃった。いや、メイプルストーリーやるよ。懐かしい。もうね、会社終わってね、ここまで来るのね、めちゃめちゃウキウキしちゃって、扉開けてからもうね、速攻で洗濯をぶち込んで今やっちゃうけど、もうめちゃめちゃ腹減っとるけど、メイプルショールも。もう小学校の頃と一緒。これもう絶対同じことね、やったことある人おると思うんやけど、もうね、ちっちゃい頃とかね、学校終わって、なんか5次元授業とかでバーって帰ってみたいな、夕方5時ぐらいに帰ってね、みんなでカニ食いするみたいな、懐かしい。もう、まあ、これって別にあれやろ、遊びやろ、別にそんな。ああ、就職管理、あ、就職管理しとるやん。あの遊びな感じやろ。うん、まあ遊びやけど、俺は徹底的に遊ぶ。それがメイプルストーリーをやる男の定め。遊び、しょうもない遊びも徹底的にやる。それがメイプルストーリーをすることができる人間の務め。教えてあげよう。メイプルストーリーを始めたばっかりで初心者で、この動画を見ている人に教えてあげよう。全力で遊ぶ。これがメイプルストーリーをやる人間の務めだ。どんなにしょうもない。なんだこれ、やる必要あんのか。そう思ったことも全力でやる。それがメイプルストーリー。ああ、もうなんかもう、むずいなこれ。お、どういう感じ。行きました。SS! ほらな、俺経験者違えんだよ、お前。お前ら何もだろ、どうせ A とか B とかで俺 SS だから。しゃあ、じゃあ行きましょう。スタート。いや、懐かしい。懐かしい。でみたいな。職業に関してはいろいろ考えた結果なんですけど、まあ、盗賊かなと。人から物を盗んでるので、まあ、盗賊かなというところで。はい。あ、これかな。うん。なんか豚が寄りついてきそうな。ひらがな令和ちゃんなんて間違いなくおるか。誰しもが考えることやもんね。いけたー。いけたー。俺は今日から令和ちゃんだ。いけたー。おい、令和ちゃんの壁突破したで。おい、新米冒険者。いや、新米冒険者の令和ちゃん、黙れクソだな、お前よ。こっちが何年間メイプルストーリーやってるか知らねえだろ、このガキンチョてめえ。お前ここに所属して何日目や、この野郎。俺より上かってさ、まあ本当にしょうもねえ、なんか達成ついてるしやがってよ。あ、方法教える。スキップいらねえよな、もういらねえ。おお、レベル2になりました。知らん知らん、こんなん。まあいいいい、もうめんどくせえめんどくせえ。友達、令和ちゃん、さっきオリビアが影みたいに俺の後次は頼むから、こういうことにかしてくれよ。何かしら分かってるでしょ、言うてるから帽子で隠してくれ。巻き込むな。なんで俺喋ってんだ、おい。何もう分からん。何、でもこいつはあれやろ、二度と会わないの、どうせ。どうせこんな二度と会わねえやつの会話なんて聞いてらんねえ。あとはちょっとやること忘れてたわ。あ、来たー。解除、解除。あ、これも解除です。はい、いらない。いらない。捨てる、これ捨てるわ。あ、捨てる。はい、捨てる。捨てます、捨てます、これも捨てます。捨てます、捨てます、捨てます。いやー、マジでね、とりあえずちょっと今回は今僕何も持ってないんですよ。何も持ってないんで、何か得たいです。まず何か得ましょう。とにかく武器ですよ。あれ、なんか手裏剣はなんか初見投げるみたいなんで、まあ、これはなんか最初のなんか、なんていうんですか、うわ、ゴールドマン倉庫とかゲロ夏。ちょさ、あれ、マーケット行く、マーケット。ちょ、マンコって打とうで一回。マンコって。マンコ。あ、マンコ打てねえんだ。おまんこ。こうやってくぐるわけよ。お前ら、こうやってくぐるわけな。基本的にね、チャンネル1が人がいっぱいいるわけですよ。これもうメイプルストーリーの常識なんですけど、まあそれの常識が分かっている人たちだったら、おそらくチャンネル1にいる。そして最初からそういうのを知ってる人は基本的に物が溢れている。つまりそこから物をいただくというわけです。まずちょっとフリーマーケットを目指していきましょうか。とりあえずね、同じメイプルストーリーの感じでもうガンガンやっていきます。お、あー、懐かしい、ここ。うわ、超懐かしい。ちょっとぶっこしい、このデンデンども。クソガキ。こいつら懐かしいわ。俺、何度となく赤デンデンとかに殺されてたもん。懐かしい、マジで。あれ、どういう地図だったやろ。場所関係わからんな。あ、地図だ。マジで、おっしゃ、ループしちゃった。おっしゃ。ちなみに、レベル、あれなんですよね、途中で死んじゃったりすると経験値奪われちゃうんで気をつけてください、皆さん。僕のようにならないでください。うわ、やばい、強い強い強い。うわ、出た、バブルリングとか初めて会った時、初めて退治した時のバブルリング、マジ怖かったわ。ちょ、助け求めよう、ここは。誰か助けてくれよ。誰か助けてください。ください。敵が倒せません。誰か助けてください。誰か助けてください。死んじゃいます。強い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 
この人仲良くなろう。強い強い人もいるもんだなぁ。いるもんだなぁ。病気だろこいつ。あははは、やべえやつだろ俺なぁ。もう完全に病気やんけ。うわすげえでもマジで。俺攻撃ミスター当たるんだけど、なんでこんなことになったの。狩りでもやっとんか。狩りでもこれ当たったら死ぬ。死ぬ。もうやははは。マーケットの概念ないくさくね。ちょっとえなくなったんかな。昔と違う。もう俺が知ってたあの頃の、あヘレシスに繋がるとこある。こっちは、あ、あ、そうそう、ズンチャズンズンチャズンチャ。自分、おお来た来た。こうマーケットプレイス、あっ、ちょっとマーケットプレイス、違う違う、待って、どこに人いっぱいいんの。ちょ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 、人がいっぱいいるとこグレーやマジで。ヘネシスだろやっぱり人が集まるっつったらよ。お前メープルストーリーユーザーわかると思うけど、マジでヘネシスだよ集まるところって言ったら。マジヘネシスなわけだからさ。ちょっとなんかちょっとそういうなんか、昔はフリーマーケットっていうなんかまあ神の領域があったんやけど、てかどうやらフリーマーケットの概念消えてるみたいっすね。参ったな。絶対そこでまずは小月してやろうと思ったのに。いやマジで小月大変やぞこれ。最初ちょっと会話してみようぜ。全力で、すいません、物を全て失いました。失ったので何かくれませんか。何かください、何かください、何かください。お願いします。お願いします。お願いします。帰ってきました。まあ、今回のねやること、先ほど申し上げたんですけども、まあ何かもらうまでちょっと今回はやめたくないということで、早速、人を見つけ次第交渉していこうと思います。それですね、まあ非常に便利なコマンドがありまして、こうタップしておいて押せばこう出てくるってやつがあって、今回ねあのそれを作りましたので、まずは見てください。まずは、まあ、これが、人をしますね。いきますよ。まず何かください。で、次、お願いします。で、絶対断られるんですよ。で、そこで、あなたそれも人間ですか、失望しましたって言って、その後に、日本は終わりだって言って、うんこうんこうんこって去っていくっていう。これか？ちげえ。ちょ、残念の買い方わかんねえ。ちょ、お前に聞くわ、ちょっとさ、なんかください。なんかください。すいません。あなた僕のこと見えてますよね。なんかください。僕のこと見えてますよね。こんな裸の女の子が一人でぴょんぴょん走ってんのに何もあげんなんて、本当に日本人か貴様。ふざけんなこいつ。人間じゃねえよマジで。そんなあげんのが普通だろうがよ。タコスケが本当に。こうだ。じゃあ行きまーす。はい、じゃあ小じきやってきまーす。そういや、なんかください、お願いします、くれくれさせてください僕に、お願いします。誰か、誰かいませんか、心優しい方、僕にお願いします、お願いします。あ、くれそう、なんか止まってんじゃん。ほらほらほら、俺にくれよな、なんかくれよ、なんかくれよ、頼むってお前ら。なんで俺が一人で喋ってお前ら何も喋んねえんだよ。何のためのチャット機能じゃこら、バカどもが。ふざけんな、もったいねえこれしやがる。なんかくれよマジでよ、金払うからよ。おい誰もくれ。おいなんかさ、廃れちまったな。昔だったら煽ってくるやつの一人二人いたのにさ、それさえもなくなったんか。おい、なんかください、お願いします、なんかください、ください、誰か、そこのお嬢さん、なんかください。もう血のとこまで追いかけよう。自分のねホームタウンであるカニングシティにやってまいりました。まあ盗賊のね集う街ということで、非常に民度が低い人間も多いということは、俺みたいなクレクに対しても対抗、いや慣れている人が多いと。なんかくださいと、お願い、お願いお願い。男じゃん、女が裸でもなんか物が欲しいって言ってんだからさ、物あげないかんって言ったら男として。そうやね、女の子がパンツ一丁やったらね絶対なんかあげるやん。でも新宿とかやったらさ絶対誰も見透かさんや。なんでメイプルストーリーの世界になった瞬間でお前ら全員見放すんな。この哀れな僕に何かをください、お願いします。メイプルストーリーはただ各々が強くなるゲームではありません。お互いにコミュニティを築き、そして切磋琢磨していく、そういうゲームですよね。皆さん、何かください。皆様は心優しいメイプルストーリーをやる方々だ。困っている人がいたら助けてしまう、そんな人たちばかりだろう。だからこそ、お願いします。何かください。
プレイを頼むから。哀れな僕に物を与えてください。お願いします。お前に言ってます。お前に言ってます。なんかください。お願いお願い、なんかくれよ。なあ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 、なんかくれよ、なんかくれよ、くれよ。くれねえ、マジくれねえの豚。マジで、お、いいやついいんじゃん。なんかください。頼む頼む、なんかくれ。頼む頼む頼む、お願いします。お願いします。あなたそれでも人間ですか。失望しました。一本は終わりだ。誰も相手してくれ。寂しいよ、寂しいよ。お姉ちゃん、お姉ちゃん、なんかくれて。お姉ちゃん、お姉ちゃん、なんかくれよマジで。なあなあ、俺もさ、なんも同じメイポ、メイポミンだろ。同じよ、何がメイポミンじゃ、クソガキのも。ふざけんなお前、助け合いが大事なんちゃうんか。これこいつら全員自分のことばっかり考えて、しょうもない。もうなんかくれんかなマジで。なんかください、日本終わりだ。間違えた。なんかください、なんかください、本当にマジでください。お願いします、お願いします、本当に。なんやこのゲーム、ホームレスの疑似体験ができるぞお前ら。ネクソンは貴重なゲームを作ったな、本当にホームレスの疑似体験ができる。こんなに切ない、こんなに寂しい。ホームレスってな、あのさ、いいんじゃん、あのさ、駅とかでさ、あの両手を足、両手を後頭部の上に掲げてひたすら物がくれるのを待ってる愚かに逃げんじゃん。あいつの気持ち分かったわ。こんなに寂しいんや、こんなにも、こんなにも寂しいんだね彼らって。ここが最強説あんだマジで。ちょっとここいねえか。お、いいんじゃん、のくらさ。切な。切な。背中しか向けられん。誰も僕の方見て喋ってくれない。誰も、誰一人として、一人もいない。悲しいよ俺は、俺は悲しい。お願いします、お願いします、お願いします、本当にお願いします。助けてください俺を。俺を見てどう思いますか。裸で、そして何も持ってなくて HP は点滅状態。お願いします、さようなら。さようなら。一っ子一人話しかけ、全員ギャガ、クソガキどもが。でチャットもできねえの、ゴミクズばっかおるんじゃ。しっかりしてくれマジでや。ちょっとさ、こいつになんかこじろうぜ、ください。動いてんだろ、ほら、これくれ、くれ、頼む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 、この跳躍を見て、この跳躍を見て何か思わないか。こんなにアグレッシブな小じきいた今までね。小じきってさ、ひたすら頭下げるしか脳なかったじゃん。こんなにアグレッシブな小じきいた今までない、ね、ね、うるせえ。くれくれくんね。貴様、あなたそれでも人間ですか。失望しました。おん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 お、野郎がついてきたかな。なんかください兄さん、なんかください。そんなことないです、そんなことありません、そんなことありません。本当に全てを失いました、失ったんです、本当に全て失ったんです。助けてください、助けてください。現役かよ。そして僕以外の人間が全員死んだ。物をもらいながらやっていこうと思っております。誰か見てくれる方いらっしゃったら、ぜひチャンネル登録とよろしくお願いします。それでは皆さん、ありがとうございました。失礼します。